それでは新型コロナウイルス感染症に関しまして臨時の記者会見を始めさせていただきます。はじめに知事から発言がございます。新たに4名の感染者の方が確認されましたのでお知らせをいたします。本県内では40例目から43例目ということになります。まず感染者40の方ですが、80代の女性で大蔵村にお住まいの方です。無職の方です。4月11日から喉の痛みと頭痛がありました。発症前1ヶ月の海外県外への行動歴はありません。濃厚接触者につきましては現在調査中です。感染症指定医療機関に入院中でございます。この方は感染者9の9番目の方のご家族です。3次感染となります。感染者41は20代の男性で大蔵村にお住まいの従業員の方です。4月9日の午後からお休みされています。4月13日から喉の痛みがありました。発症前1ヶ月の海外県外への行動歴はありません。濃厚接触者につきましては現在調査中です。感染症指定医療機関に入院中でございます。この方は感染者37のご家族の方です。感染者42は50代の女性で大蔵村にお住まいの特別養護老人ホーム関連事業所の職員の方です。4月3日の午後からお休みされています。4月6日から痰があり、7日から嗅覚障害、10日から咳がありました。発症前1ヶ月の海外県外への行動歴はありません。勤務状況、濃厚接触者につきましては現在調査中です。感染症指定医療機関に入院予定でございます。この方は感染者5と9の職場の関連事業所職員であります。そして感染者37と39の同僚の方です。最後にもう一件、43例目としまして、20代女性で山形市にお住まいの方の感染が判明したと聞いております。詳細につきましては山形市から発表があるものと思います。本当にもう43例目まで参りまして、短期間の間にですね、急速に感染が拡大をしており確認されております。また県内の4地域すべての地域に、普及っておかしいですけど、確認されているところです。県民の皆さん本当に、いろいろご不安感が増しているかと思いますけれども、くれぐれも落ち着いて冷静に行動していただきたいと思います。何と申しましても、やはり感染防止としまして、丁寧な手洗いと咳エチケット、これは本当に欠かせませんので、引き続き取り組んでくださいますようお願いいたします。そして3つの密ですね、それを避けていただきたいと思います。密閉、密集、密接の3つの密です。環境を良くする、そしてたくさん集まらないですね、また近くで会話するとか食事するとかですね、密接を避ける、この3つの密をしっかりと避けていただきたいと思います。それからですね、本当に何度も皆様にお願いをしておりますけれども、県外との往来は控えていただきたいと思います。当面の間、出張研修なども見合わせていただきますようお願いいたします。2点目でありますけれども、法事法要などのですね、さまざまな行事につきまして、これから連休にも入りますので、法事といったことが予定されていると思われますけれども、県外からの参加というものを
見合わせていただきますようにお願いをいたします。それから不要不急の外出はできるだけ避けていただきたいというふうに思います。日用品の買い物とそういったことはもちろん不要不急に入らないわけでありますし、散歩とかですね、ジョギングウォーキングといったことは大丈夫ということで、とにかく3つを避ければ大丈夫ということであります。それから4点目になりますけれども、県外にいるお子さんやご親族の方、お知り合いの方などには当面の間ですね、来県を控えてくださるよう伝えていただければと思います。すでに来県されている方につきましては、来県されてから2週間程度はですね、在宅でありましたり、自宅待機、在宅勤務といったことで健康観察を行っていただければと思っております。それから感染経路というようなことで、なかなか三次感染というようなことも出てきているわけでありますので、いろいろな場面が考えられるわけであります。普段は本当に仲良く一緒にお昼ご飯食べるとかですね、お弁当食べるとか持ち寄って食べるとか、本当に大変良いことなんでありますけれども、このコロナの感染ということが今起きておりますので、ちょっと距離をとって、間隔を空けて座って召し上がるとかですね、そういったことを本当に行動していただきますようにお願いをいたします。あと心配なのはですね、やっぱり、感染者の方、そのご家族、そして職場会社ですとか医療従事者に対して差別とか偏見、いじめ、そういったことが本当に心配であります。山形県ではそんなことが起きないようにということで、ぜひとも皆さんくれぐれも注意をしていただきたいというふうに思っております。そして今入院されている方増えておりますけれど、一日も早い回復、また日常生活を取り戻されるように心から願っておりますということであります。連休中というようなことについては午前中の定例記者会見で申し上げましたので、今はちょっと省かせていただきたいと思います。本当に気を引き締めて、県民みんなでやっぱり一丸となって、このコロナの感染拡大を防止して、皆さんの命と安全を一緒になって守っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。私からは以上です。はい、それでは発表内容に関しまして、記者の皆様からご質問がありましたらお願いいたします。ご質問ございますでしょうか。よろしいですか。さくらんぼテレビ、すみません、ちょっと今発表した話ではないんですに絡んだ話ではないんですけども、はい、ですね、今いろいろな、補償という意味で、飲食店であったりとか中小企業という話はいろいろ出てると思いますけれども、山形というのは農業圏という意味が強いと思います。これでこれだけこう家族内で感染が広がっているっていう状況の中で、例えばじゃあ一人農家で家族でかかってしまうと、もうその家族でやっている農業ですね、それがもう全く立ち行かなくなってしまうっていうのがちょっと想像できるのかなと思うんですけれども、現時点でそういった農業の側面で、共済とか入ってないところもあると思うので、県として対応を想定しているものとかですね、そういったものってあるんでしょうか。はい、今のところですね、その想定何ができるのかということについては、農林水産部の方で検討をしているかなと思いますので、私からもこれから内部のこういろんな打ち合わせの中で、実は各部との打ち合わせを始めておりまして、
昨日は子育て若者推進、子育て若者応援部とやり取りをしました。やっぱり年間スケジュールの中でこういった事業をですね、こういうふうに組み直していくとか、コロナ対策用にこういった側面も加味して事業を行っていくとか、一つの部ずつ聞いてやり取りをしておりますので、農林水産部とは今記者さんがおっしゃったような点も含めてやり取りをして、どういうふうにするのか聞いていきたいと思います。現状そのやり取りというのはどの程度まで進んでいるのか、もしくはこれからなのか、どういった状況でしょうか。はい、私とのやり取りはこれからです。はい、そのあたりをこれから詰めていくということ。そうですね、よろしいですか。はい、ありがとうございます。他に発表内容に関しまして他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。それではこれをもちまして臨時の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございます。